ありがとうございます、プログラムは全部終わりました。これもうちょっとお話を続けていいってことですかね。ありがとうございます。本当にちょっと今自分の中でも本当に最初の方はせっかく練習したんでちゃんとしたもの聞かせてあげようっていうような気持ちでやってたの事実です。なので神様が失敗させたんだと思いますね。あと思いもよらぬほど苦しくなってきちゃったりっていうのはなんかここにって乗っかってたような気がするな、そういうことだと思います。今自分でおしゃべりしながら本当に皆さんと一緒にいられたらいいなと思うつもりで吹いたらあまりうまくできてなかったでしょ。でもこれ練習の時よりうまくいったんです今のは。だから許して。このプログラムをだから多分あと10年ぐらい続けると思います。10年後はもっと練習していいものになってんだろうなっていうのと10年後聞かせられるような場所がもっともっと皆さんと一緒にいられるようなその今あるねこの舞台と客席とっていうような場所じゃないような新しい形っていうのができればいいなっていうふうに思ってますので、また皆さんもいろいろとお話をしていただけるといいなと思います。今日本当にありがとうございました。では最後に1曲、やっぱりバッハです。これも元々はチェンバロの曲です。チェンバロコンチェルトの5番って曲ですけどその2楽章、ピアノと一緒にお送りしたいと思います。松本さんお願いします。